反応度、反応度、反応度、リアクティバティは原子炉制御の重要なパラメーターの一つである。ウラン235の核分裂反応によって発生する高速中性子はエネルギーを失って減速されて熱中性後になると他のウラン235によく吸収されてそのウラン235原子核を85%の確率で核分裂させ分裂した。 ウラン235原子核からは、平均2.4個の高速中性子と、もっぱら要素139と、イットリウム95からなる核分裂性生成物、および202メブ、100万電子ボルトのエネルギーが、発生する。もし十分なウラン235が、一定空間内に集積されれば、核分裂に伴って発生する、中性子が、次々と周囲のウラン235原子核を、 核分裂させていく。これを核分裂の連鎖反応と呼ぶ。原子炉内の核分裂によって発生した高速中性子は原則剤によって減速されて熱中性後になり、他のウラン235原子核に吸収されて核分裂反応を起こさせる。核分裂反応で発生した高速中性子フォーミュラ2個が熱中性後になり、次の核分裂反応を起こさせて、 フォーミュラ3個の高速中性子を発生させるとする。この時、フォーミュラ4を中性子増倍率と呼ぶ。フォーミュラ1が1未満の時、発生する中性子は時間の経過と共に減ってゆき、やがて連鎖反応は停止する。フォーミュラ1が1より大きい時、中性子は急激に増えてゆき、連鎖反応が増大してゆく。フォーミュラ七の時、中性子の増減はなく、 連鎖反応は持続する。この状態を臨界と呼ぶ。実際の原子炉では発生したすべての高速中性子を各分裂反応に使用することができない。発生した高速中性子の一部は原則剤、制御棒や原子炉構造物へ吸収されたり、周囲のウラン238に吸収されたり、原子炉の外へ飛び出したりする。従って中性子増倍率は、 フォーミュラ1にある係数をかけた実行、中性子増倍率フォーミュラ9として考えねばならない。実際の運用にあたっては実行増倍率フォーミュラ9を以下の式によって反応度フォーミュラ11に変換して使用する。フォーミュラ13の時、原子炉は臨界状態であり、正の値の時は臨界超過、負の値の時は臨界未満と考えることができる。 原子炉の制御にあたっては、この反応度を用いて臨界状態を制御する。反応度は中性子増倍率の比率であり、実際の値をそのまま使用するほか、余剰反応度は20%のように100分率で表されることもある。核分裂で生じる中性子には、原子核の分裂の際に出てくる中性子と、核分裂性生物の一部が、 データ崩壊をした時に出てくる中性子とがある。前者を、即発中性子、後者を原子核分裂に伴う放出中性子と、みなし地発中性子と称する。原子力発電所が安定して運転できるのは、核分裂性生物が出す地発中性子の存在のおかげであり、反応度の投入には、即発中性子だけで臨界にならないようにしなければ、ならない。地発中性子数を、 全中性個数で割った値をフォーミュラ14とした場合、フォーミュラ15となる反応度を1ドルと称し、その100分の1を1セントと称する。1ドルを超える反応度になると即発中性子のみで臨界に達し制御が効かなくなる。従って、原子炉の運転において反応度は1ドル未満は絶対であり、また炉型や制御装置で制御できる中性子数。 割合によっても投入できる反応度には上限、下限が決まる。原子炉内での過渡変化に伴う反応度の増減効果を正、または負の反応度効果といい、その増減率を反応度係数と呼ぶ。例えば沸騰水型原子炉において原則剤の温度上昇に伴う蒸気の泡、ボイの発生量の増加減少は、 減速剤の密度低下による中性子減速効果の減少をもたらすので負の反応度効果である。すなわち温度が上がってボイドが多くなると核分裂が減って温度が下がる。また燃料集合体の温度上昇はウラン238の中性子吸収確率を増加させるドップラー効果のでやはり負の反応度効果である。すなわち燃料ペレットの温度が上がるとドップラー効果で 核分裂減って温度が下がる、自己制御性。原子炉の温度変化に伴う反応度係数を反応度温度係数と呼び、通常は温度係数と略称される。温度係数には燃料の温度変化による燃料温度係数、原則剤の温度変化による原則剤温度係数、ボイド発生量によるボイド係数がある。その他には原子炉出力による 反応度出力係数や反応度質量係数などがある。原子炉を安全に運転するためには原子炉全体の出力の増加に伴う反応度出力係数が負の値となるように原子炉が設計されていなければならない。旧ソ連の RBMK1000 型原子炉は正の出力反応度係数を持つ原子炉であったため、 常に何本かの制御棒を原子炉内に挿入しておく必要があった。そのため、規定以上の数の制御棒引き抜きは禁止されていて、運転規定にも明記されていたものの理由の説明が、捜査員に徹底されていなかった。蒸気タービンの打力運転試験のために捜査員が原子炉出力を上げようとして、規定以上の数の制御棒を引き抜いたことが、 チェルノブイリ原子力発電所事故の原因とされる。原子炉を運転すると、時間の経過とともに、各分裂するウーラン235が減ってゆき、また発生した、各分裂性生物中の中性子を吸収する、毒物質、キセノン135、サマリウム149などの影響によって、原子炉の反応度は減ってゆく。原子炉運転開始から終了までの運転サイクルの間、 原子炉の反応度は例以上である必要がある。これは燃料を消費しすぎると反応度が負の値となり、臨界を維持できなくなって、原子炉が停止してしまうためである。それゆえに、原子炉の運転開始時、運転終了時までに消費される燃料をあらかじめ増加しておく必要がある。運転開始時に原子炉が持っている反応度を余剰反応度と呼ぶ。 余剰反応度は原子炉の制御棒をすべて引き抜き、冷却剤中の放散濃度をゼロと仮定した時の炉心の反応度であり、運転開始時は正の値を持ち、運転終了時は限りなく例に近い値となる。原子炉が持つ余剰反応度に対し、制御棒が持つ負の反応度が十分に大きければ、原子炉は安全に停止できる。このため、制御棒は、 運転サイクル中の原子炉の余剰反応度を常に上回るの負の反応度を補設計となっている。また、原子炉には、放酸中入系のような制御防衛以外の手段による反応度を下げるシステムも設置されている。原子炉の運転にあたっては、核燃料の消費に伴う原子炉の余剰反応度の減少に対し、負の反応度を減少、正の反応度投入させ、 全体の反応度ローイコール0を保ち続けるように制御されている。反応度を臨界付近に維持することで、原子炉は一定出力を保ったまま安定して、連鎖反応が持続するようになる。反応度現象の具体的な保証方法はロ型により、異なり、BWR では、最循環流量を調整すること及び、制御棒を少しずつ引き抜くことで、 PWR では原則剤中の放酸濃度を徐々に薄めることで行う。その他の保証方法としては可燃性毒物の使用がある。原子炉に搭化される核燃料の一部にはガドリニア、酸化ガドリニウムグドが添加されているガドリニア燃料。ガドリニウムは中性子吸収能力が高く、初期状態では反濃度を低下させているが、 燃焼とともに中性子吸収能力が低下するため、燃料の燃焼に伴う反応度低下を補うことができる。なお、可燃性とは、核燃料の燃焼とともに消失していく性質を指す。毒物とは中性子吸収能力の大きな物質を指し、制御剤に使用される物質やキセノン、サマリウム、ガドリニウムなどがある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。